はい、どうもです。親父のご飯の時間でございます。今日は昼ご飯ですね。朝昼晩ご飯でいただきたいと思います。今日はこちら、豚丼、ギガ豚丼焼きそばってことでね、ギガマックスの容器に焼きそば3人前とね、豚肉を 400g 入れてます。豚肉はね、牛丼みたいな感じで、すき焼きのようなタレでね、甘辛のタレで煮て、で生姜をたっぷりかけているので、これをいただいていきたいと思います。あとはね、豚トロが安かったんで購入してきました。それではいただきます。生姜たっぷりでね、紅生姜、いただきます。うん、まあ豚丼焼きそばなんで、下はね、甘辛で味付けしたお蕎麦とキャベツ入っています。まうん、やっぱり紅生姜がより豚丼感を出すね。ゆうべね、またゲームの動画でも言うと思うんですけど、襖のね、角に小指をぶつけました。足の結構がっつりぶつけちゃって痛いなと思ってて、で寝て起きてもまあちょっと痛かったんですけど、痛みはいくらか和らいでたんで、そのままね、休みだったんで遊びに出たんですけど、途中からズキズキ痛み出して、帰ってね、足を見たらね、あ食事中だった。まあ、痛いって話です。本当でも何年かぶり、10年以上はぶつけてないと思うんだよな。トントロってまあ塩とか胡椒とかレモンぐらいですよね。タレでもいいのかな。うん、
牛がいいかなと思ったんですけど、ちょうどいいのはなくて豚にしました。豚が美味しそうだった。出やすかった。ツナコーンキャベツサラダちょっと残って、歯にしみる、冷たいから急に。しみる。重さはね、言ってもお肉が 400g でしょ、麺が3人前、キャベツが4分の1入ってるんで、正直ギガマックスと同じぐらい重い感じするね。なんかちょっとマーガリン、バター垂らしてもいいような味だな。今日はね、メガドンキ行ったらまだギガマックス置いてあった。しかも328円だったかな。本当に美味しい。食感がいい。しかし足が痛い。
なんかいろいろ試したかったな。牛丼って言うとキムチ牛丼だとか、卵のっけたりチーズのっけたりとかいろいろあるから、アレンジ系の商品買ってきて食べてもよかったかな。よく大盛りとかデカ盛りとかメガとかギガとかあるけど、ああいうのって特に基準はないですよね。さすがにご飯小盛りでギガっつったらおかしいけど グラムとかで決まってると本人も使いやすいし、ミルカーも納得するからいいなと思うんですけどね。特に大盛りとかは特に曖昧な感じがするね。大盛り、デカ盛りらへんは。あとは大食いね。どのくらい食べれば大食いなのか全然見えてないか。そういう境がないから難しいよね。本当に久しぶりに食べて美味しい。焼き加減もいいし、塩加減もいい。今日どうしようかな、ショートケーキ。安かったから。さっきで買ってきたんだよね。はい、ということでね、あとこのぐらいですね。もう時間もいいとこなんで、ここで終わりたいと思います。全然食べられそうですね。はい、ご視聴の方ありがとうございました。親父の食卓へね、足を運んでいただいてありがとうございました。それではまた。ごきげんよう。